説明や解説がおまつごきげんよう。あえて嬉しい。説明や解説が必要。試練が怖いとき、自警団任務の延長ですね。奥様登場。今回の実験の被験体はどこだ？小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。怪我をされた方はいらっしゃい。説明や解説が必要なら私に任せてください。夢かと思った。今この瞬間。こんにちは先生。これからよろしくね。本の中の物語。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。自警団任務の延長ですね。条件はクリアされました。説明や解説が必要な。少女を美しくするのはウェイトトレーニングは科学です。美食研究会のあかりです。これから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。
ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。あの、私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。あの、私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。自警団任務の延長ですね。ゲヘナ学園旧説明や解説が必要。ミレニアム学園お待ち。ご主人様と一緒に楽しい。正規実現委員会。空域支援部バイカ園の教官、シュンです。うちの子たちをよろしくお願いいたしますね。せんせい。クロミセリカよ。言っとくけど、私が一緒になる以上真面目にやってよね。私の名前はハカリアツコ。先生は私に何を望むの？それが私にできることならいいけど。